のかな。絶対あの下かけてないやろ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。そう、それじゃあ持ち上げるんで背もたれに体重お願いします。はい、いきます。ワン、ツー、サン。正面入れるのにすごい、すごい。いらっしゃい、いらっしゃい。改めまして、ハセツで森泉とやってます。とっちゃんでお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。めっちゃ車道車あったりして電車料金なんで、あー全部ナンバープレートついてるんで、へぇ、一応ここからディズニーランドとかね行ったりするから。すごい、いやもうリアルに行くあのディズニーとかあの東京タワーとか行きたかったらどこでも行けるんで。ディズニー、いつもあのゴジラさん、あの急に知らない人って言いますよ、ゴジラさん。そう、どういう経緯でいつもあの来たんですか。なんか浅草寺のところでいたら急に声かけられて、はい、なんか YouTube 撮ってるんですけどみたいな感じです。はい、あそれでお金払うからやってください。そうです、そうです。あ、そうなんですか。ただ、どういう経緯で行くのかなって。確かに、確かに。びっくりしますね。手振ってるって。すごい。あ、こんにちは。カメラごと。大丈夫です。そこですでにいる人はずっと円満に行けるし、欲しい人は一月以内にだいたい E で回ってくる。すごい。そうだからもう2年連続で初詣ランキング全国1位になってるんで、そう、いやそことかは多分着物で行ったらめっちゃ映えます。そう、あとちなみにここあのアスカキララさん撮影やってました。そうインスタで調べたらここに黄色い浴衣で買ってたんで、めっちゃ綺麗。じゃあ実際にこの上行ったらもうそのまま進んでます。入りまーす。じゃあここからちょっと江戸時代風の街からもうちょっと賑やかな街に入っていきます。ごめんなさい、すいません、それ入ります。ビールとかで飲みます。あ、チーズ、うん、じゃあちょっとこっち側ですね。二人は普段お酒とか飲みますか。あんまり飲まないですよね。ちょいちょいたまにぼちぼちぐらいで。一応ここが、まあ、通称ホッピー通りって呼ばれてる飲み屋街。ホッピーって飲んだことありますか。ホッピーな、ないですか。一応、まあ中と外って分かれてて、中の部分が焼酎です。で、ホッピー自体はアルコール入ってないけど、グラスに注いだらビールみたいな見た目になるんで、そう。だから、まあビール苦手な人でもあっさりしたビールみたいな感じのテイストで飲めるんで、そのホッピーっていうのは特徴は、そうなんですか。だから、まあ今だったらね、お店の中はちょっとソーシャルディスタンスみたいになっちゃうけど、ここはもう野外なので、ちょっとね、朝から晩までずっと飲んでもいいし、あとは結構はしご酒なんかするとね。いいでしょ、この雰囲気が。いいでしょ、一緒に飲みたいと思いません。でもめっちゃおすすめなんで、オーナーが見てる人です。だからまあ浅草は浅草って結構まあギリギリ以上の街なんで、お店の人とも結構仲良くなれるんです。あと浅草で面白いのは、まあ隣の席との仕切りがないから、知らない人たちといつの間にかめっちゃ仲良くなってるんです。
いや僕初めて飲んだ時はおじいちゃんたちに絡まれてそのまま仲良くなって全員でプリクラ撮りました。やばまさかのおじいちゃんとプリクラ撮るの初めてすぎたので。TikTok によく出てくる方なんですけど、結構有名で、TikTok でバズって、プラスで YouTuber も始めてましたので、そう。あと、YouTuber の多分2人も美人だし、カメラついてるから、多分なんかの撮影だと思う。いやいや、これ、ちなみにそこ、超綺麗。もうちょっと暗くなってから、これ浅草のドン・キホーテで、ここ浅草ってバーン文字入ってるんで、ここで写真撮ったら、ちょっとラスベガスっぽい雰囲気が。写真撮るまでみんな信じないんですけど、すみません、お食べ行きまーす。行きましょう。めっちゃ早い。すごい。一番最初の何話ぐらいかしか出てなくて、歌歌ってで気がついたら返事で返された。やばそうで、僕これちょうど見てて、そしたら1年後ぐらいにうちの会社に送ったんです。え、会社に書いた。Yeah.